昔のことなんて。青春。そうなの、過去じゃなくて。うん。お疲れ様でした。大丈夫、この子は大丈夫。検査してたらさ、見つかったんだよね、腫瘍。子供は産むよ。でそんな、お前の命だべよ。絶対にダメだ、すぐ手術すれ。メイ探してちゃんと聞いてきたんだから、心配しないで、頑張るから。私お父さんの言う通りにした方がいいと思う。もう決めたから、運命の糸って私はあると思う。絶対治すから。でもその糸はたまにほつれる、そして切れることもある。泣いてんだ高橋蓮。ねえ、抱きしめてあげて。でもまたそれは何かにつながる。生きてれば必ず。何かにつながる、そういう風にできてるんじゃないのかな、世の中って。そんなの持ってんだよ。私 CA になりたかったんだよね。もし CA になってたら蓮と出会うこともなかった。ゆいのことだけは頼むよ。もういいって。でも蓮には聞きたくねえんだよ。それだけは言わせて。誰に何と言われようと、この人生に悔いはない。私は幸せだったんだから。ゆい、偉い人になんかならなくたっていいからね。泣いてる人や抱きしめてあげられる人になりなさい。